やっちゃうよ、んー、ライジョンです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、クララリガージャー、デトネーションゲーミング戦のね、勝ち抜きのね、シングルに、出場したんで、その動画をね、解説していきたいなと思います。ということで、やっちゃおうかな、そろそろ。うん、やっちゃおう。ってことで、やっちゃいます。よいしょ。いきますよ。おや、おやおや、おや、再生しない、再生。はい、ということで、いきたいと思います。よいしょっと。まあそうですね、これは、デトネ戦で、とりあえずね、まあ、ピラメキさんは、三重子、三重ロイホグとか、あと、ジャイとか、ペッカ、まあ、あと、ラバが得意な選手なんで、割と、そんなんだろう。狭めのデッキレパートリーに絞って結構そのとつるっていうか尖らせる、そのデッキレパートリーは広くないけど、その自分の持ってるデッキレパートリーを全部なんか何だろう、うまさを乾燥させるっていうか、この人も7000プレイヤーで普通に何だろう、ロイフグ30士で7000いってる人なんですよ。だけど、それで俺にね、結構正直ロイフグ30士出してこないなと思って、ペッカまたはラバで来ると思って、でもほぼ8割型ラバだろうなと思って、ラバメタのデッキで、大型メタのね、ワンチャンゴレかもしんないけど、まあラバだろうなって感じのデッキをね、組みました。はい、とりあえず見ていきたいと思います。はい、とりあえずですね、ゴース出して、でこれなんでロイフグ出したかっていうと、ゴレの可能性があったんですよ。でダクネの前にゴレをつけられるとシンプルにめんどくさいんで、その出せないように逆サイにロイフグを飛ばしていって、ゴレを出せない、そんなところを作りました。そうですね。でとりあえずこの後に、アウトローセパして、こうやって両サイド処理していって、相手がラバ展開をするって感じですか。確か。穴掘りか。穴掘りで一回守ってからラバかな。うんうんうん。そうだね。これ確か来るんだよね。OK。で、これでラバ来て、俺が今考えてることは、よし、ラバだ、予想通りだ、オッケー、オッケーって今言ってますね。それで後ろからインドラかな、インドラを出していって、で、この時点で全然ラババルーンかなみたいな、ラバガゴガゴアナホリーのエリポンとか入ってんのかなみたいな感じで思ってたんですけど、でもエリポン番だからね。それは忘れてました、完全に。で、とりあえずハンター何か来るだろうっつってハンター出したら、クローンが来るっていうね。マジ、バビリ散らかしましたね、これ。本当に、クローンはなくねみたいな感じで、とりあえず焦ったんですけど、まあ、ハンター採用が結構功を奏したというか、いう感じでアウトローとハンターで守り切って、まずカウンターって感じですね。ここで、まず考えているのが、これ丸太を転がすと、ギャングか穴掘り、縦隙が回ってたんで、絶対どっちか来ると思って穴掘りを、とりあえずね、丸太をぶっ転がしました。これで、また相手はクローン押してくるかなって感じですね。そのラバクローン。とりあえず、してきたんで、まあ、これでね、重なったんで5を打っていきます。スンと、まあ、打っていって、で相手はね、なんだろう、ザップ系のエレキとかそういうカード持ってないんで、ラバ来た瞬間始まりドンって出して、そんなんだろう、もう秒で溶かす、ラバを秒で溶かす動きをしましたね。とりあえずラバ溶かさないことには始まらないん でこれね、ちょっと焦ってね、結構5とか打っちゃったんですけど、これいらなかったですね。ちょっとあのね、ラバクローンだったんですけど、ラバの大きさにね、ちょっとビビり散らかしちゃって、そうそうそう。で、これで俺が今、はい、止めますよ、一回。あ、止めれないんだ。これ止めたら終わるんだ。これで、一回ゴースト先に投げてからゴーストがね、現れる直前で、ロイフグを投げて、囲んでくるね、縦付けに一応ね、丸太をぶっ転がしていって、まあ、押し込んで GG という感じで、まあ、そんな感じですね。とりあえず。はい、という感じで、まあ、ギリギリ、割とギリギリね、勝つことができて、まあ、ラバメタなんで、ラバメタのデッキを組もうと思って、中身数枚、コウモリをハンターにしたりとか、あとメガゴをね、インドラにしたりとかして、ラバメタのデッキを組みました。一応、三重子とかペッカが来ても対応できる範囲で、俺が持ってるね、デッキレパートリーの中でラバをメタル、というデッキをね、組みましたね。という感じで、次は、ティンプラ選手ですね。ティンプラ選手。彼もね、確か7000言ってた気がしたかな。うん、うん。言ってたよね。確か。間違えてたらごめんなさい。多分言ってた。なんで、この人は、穴ぽい、まあ、遅延も普通に使えるプレイヤーで、一番得意なのがバルーンなんですよ。
で次がアナポイとか、アナポイとかが、得意で、そういうなんだろう細かい系割とみかんさんデッキにデッキがやってる感じなんですよね。なんだろうそのまあホグアナポイ、まあ、バルーンとかそういうなんだろう結構低コスト系のデッキが好きなプレイヤーで、なんでとりあえずね、墓石とトルネード入れてバルーンが来ても大丈夫なようにしつつ、まあ、遅延しようって、相手はどうせそのなんだろう俺のロイホグとかを目立ってなんか陸対策をしてくるだろうから、で自分もね多分だけどファイボだろうっていう話をしていて、そうなんで、とりあえずそのなんだろうロイホグを目立ってくるだろうと思ったんで遅延の、スケラでいきました俺は。で相手はこう来ていって、はい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 という感じで、とりあえずゴースを処理していくという感じで、はいと言って、とりあえずでここでムートを出して、エレキをね倒しつつ、ここでねムートを出していきます。でムートでこれでメガナイトをね、結構メガナイトの匂いしましたからね、これ本当になんかこのなんだこの間はみたいな感じで、なんか大きいの降ってくるんじゃないかみたいな感じで、まあメガナイトをね墓石の助と、ベビドラでまあなんだろうメガナイトを殴りつつ、ここでねスケラ打っていくわけなんですけど、ここでワンポイント相手が穴掘りを飛ばしてくるんですよ。だけどそれを全無視してスケラで、これでなんで無視したのかっていうと、攻撃にちゃんとエリクサーを残しておくことによって、こういうところにねすぐポイズンを打つことができるんですよ。でこうやって今すぐポイズン打ってたんですけど、穴掘りにね構っているとやっぱりなんだろうすぐ攻撃に呪文が回せなかったりするので、相手はね穴掘りを飛ばした意図としてはこっちの 全部のエリクサーを攻めに注がれたくないんで、穴掘りに3コスト4コスト使わせて対応させて攻撃を不完成にさせようっていう狙いなんですよね、相手の今の穴掘りは。なんで、それを逆に逆手にとって相手は攻められたくないからでやったんですよ。だからそれを無視して全力で攻めるっていうのが割と大事ですね。そうそうそう、なんで割と自分が攻撃を完成させたい時に相手が攻めてきて無視できる攻めなら無視をするっていうのが大事ですね。でこれはトルネードキング起動して、で相手がキング起動されたら穴掘りのね飛ばす位置がね相当シビアになってくるので、でこれタルババで直当てしていって、まあここでスケラ打つという感じで、で墓石をすぐ出してね、でキングタワーから前に2マスの迫撃砲から逆サイドに墓石を出すことによって、今これコウモリに消されちゃって墓石にね迫撃砲のターゲットが行っちゃってるんですけど、本当はこうやってなんだろうキングタワー逆サイの2マス前に墓石をこういう風に出していると無限にね迫撃砲がスケにタゲを取って、そのなんだろうもう言っちゃえば墓石だけで迫撃砲のターゲットが無限に取れるんですよ。なんで迫撃砲を見た時はこの位置がおすすめです。出すの遅すぎたりするとスケがね墓石から出る前にその墓石をタゲられちゃったりするので、でこうやってはい、でこれねまあ一発入ってるんですけど、これほんとこそ墓石にずーっとこうやってターゲットが行くんですよ。こうやってねほらほらこういう感じで行くので、割と迫撃砲をね無力化することができる。でこうやって逆サイからユニットが流れてきてスケをね処理されちゃうと、墓石にねターゲットが向いちゃうので、でもほらこうやって今1回も迫撃がね、墓石にターゲットが向いてないんですよ。でとりあえずここで相手はコウモリしかいないと思って、このね何だっけスケラを打つんですけど、結構危なかった。これもちょっとね俺が攻めすぎちゃって結構危ないところまで行ったんですけど、まあまあまあキング起動をね最初にゴースでキング起動した甲斐もあって、まあ守れてここでね、まあ、ポイズンを打って GG という感じでグッドゲームですね。まあまあまあ割と最後はめっちゃ危なかったですけど、それまではちゃんとね迫撃砲見た瞬間に墓石を置いて迫撃砲を無力化したりだとか、いい動きがねできたんじゃないかなと思っています。まあそうですね、でこうやってね、まあ、決めポーズも決めていって、まあまあ AYAY という感じですね。そうですね、割とやっぱりなんだろうクララリーグのそのアジアのプレイオフ行ける条件だとかはやっぱりそのなんだろう今このデトネ戦では勝ち負けは正直関係はなかったんですけど、やっぱりねその勝つことによってチームに勢いがあるってなんかなんだろう勢いがつくことは絶対だったので、まあねこれ全部日本戦勝ってね行きたかったんですけど、まあ、正直自分の 2v2 がちょっとねヘマありすぎて、まあ次のねファブ戦ではちょっと負けちゃったんですけどね、まあもうちょっとね練習頑張ってね勝ちたかったですね。本当は全勝していきたかったなんですけど、まあねもう今精神と時の部屋ナウなんで本当にもうバキバキになってるんで体もね、
なんで本当にプレーオフ楽しみにしていてください。絶対優勝するんで、もうね、日本のスタジオでやるんですよ今回プレーオフ。前は韓国でやったんですけど、今回日本のスタジオでやるんで、もう本当知り合いの人だとか、あとは普通に知り合いじゃないけど普通に自分を知ってくれている日本人の方だとかがめちゃくちゃね、確か100人とか200人が見に来るんですよ会場に。でまあ緊張するっちゃするんですけど、多分ねそんなしないと思うんで、ちゃんとねいいプレーを見せたいと思っているので、ぜひ、まあね本当に足を運んでくれる方もね、まあ、運ばないで普通に YouTube 見る方もぜひ応援よろしくお願いいたしますということで、今日はこの辺でね解説終わるんですけど、まあねもう本当バッキバキなんで、今もう無敵、もう無双状態入ってるんで本当に期待してくださいということで、今日は辺でバイバイ。